デリフィーのエドモンド・ボローニは、イタリアの史上最高齢男性。110歳まで生きた。ビットリオ・ベネート勲章受賞者。世界の退役軍人の中でも、史上11番目に長生きした。2008年5月にオーストリア・ハンガリー帝国のフランツ・キュンストラーが亡くなり、翌月には、イタリアのフランチェスコ・ドメニコ・キャレドが亡くなって、ボローニが第一次世界大戦のイタリア戦線に、 従軍した最後の退役軍人となった。彼が亡くなると、不評としては、西部戦線に従軍したイギリス兵のハリー・パッチ、フランス兵のフェルナングルの二人だけになった。パビーア県十三後に生まれたボローニは1917年1月に召集され、3月に第6ボローニアベルサリエリ連隊に配属された。パズービオのアルプス36でのオーストリア・ハンガリー戦が初の戦闘となり、 バルスガーナ警告などでも戦った。カポレットの戦いでの危険な偵察任務中にかかとを打たれ、オーストリアの捕虜となり、残酷捕虜を担わせられたが終盤に救出された。第二次世界大戦では召集されなかったが、本業のトラムを運転中に同盟国の空襲に遭い、重傷を負った。彼の死はニュースとなり、葬儀にはイニャツオ・ラルッサ国防省も参列した。 ありがとうございます。